横須賀目線。さあ、日米韓の首脳会談が明日未明に行われます、ね、はい、そうですね。今まではですね、国際会議に付随してこの日米韓の首脳会談行われてきました。近年はですね、日韓関係が改善の兆しがあることに伴ってこの日米韓の首脳会談も増加してるんですけれども、今回の日米韓の首脳会談は特別な意味があります。この重要外交の舞台と書いてあります、このキャンプデイビッド、アメリカの首都のワシントンからおよそ100キロぐらいのところにある大統領の山村ですね、はい、そこで行うことにすごく意味があると。バイデン大統領が外国首脳を呼ぶのも、この場に呼ぶのも初めてということになりますね、はい、そのぐらいもう自分のですね、身体もかけたところなんですけれども、過去いろいろ見てみました。まずこの名前の由来ですね、もともとはこれ第二次世界大戦中です、ルーズベルト大統領がシャングリラっていう名前をここにつけたんですね。対ドイツの潜水艦から、ちょっと保養地を離れたところにしようということで、内陸の地にこの保養地を設けたところなんですけど、このシャングリラっていうのが理想郷、ユートピアの代名詞になっていて、後にアイゼンハワー大統領が、いやちょっとこれ大層な名前すぎるよねっていうところで、お孫さんの名前からこのキャンプですね、軍が管理してるんでってところです、キャンプデイビッドという名前に、親しみやすい名前に変えたと。要はここで各国首脳ゆっくり休みながら、ただ密談とかね、いろいろ外では漏れないできないような話もしていきましょうという象徴の場にもなっているというところなんです。じゃあどんなことが行われてきたのか、こちらです。いろいろありましたね、この歴史が動いたということで、こちらまず戦前です。これ第二次世界大戦中です、イギリスのチャーチル首相とルーズベルト大統領、この地でドイツへの反転攻勢ですね、1943年ノルマンディ上陸作戦しますね、連合軍が。その時の構想を練ったのがこの場所だというふうに言われています。そしてキャンプデイビッドと改名したアイゼンハワー大統領も、ソ連の当時のトップと会って緊張緩和の場にこの場をしたいということで、これ軍縮の必要性をこの場で確認しているんです、そういう場としても利用されていたということになりますね。で、アメリカがなぜ歴史的な機会としたいと、位置づけているかというと、この過去の歴史にこのカーター大統領時代ですね、中東戦争を、エジプトの大統領とそれからイスラエルの首相を呼んで一旦は収めるんですね、1978年のことです。中東和平の合意というものがなされています。で、日本の、総理がですね、初めて呼ばれたのは、中曽根さんの時代ですね、これ安論とお互い呼び合って、この、ここのキャンプデイビッドの会合以降より親密になっていくという歴史があるんですけれども、皆さんのご記憶で、なかなか鮮明にこれ覚えてるよねっていうのがこちらの映像じゃないでしょうか、小泉総理ですね、が訪れた時にこれキャッチボールします、このシーンですね。そう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 。で、ブッシュ大統領が自分のサインが入ったボールと革製のジャンパーを送るんですよね、で、それが嬉しくて、小泉総理がボールを投げ返すというシーンなんです、この革ジャンも、送られた、プレゼントされたものだと言われてます、で、こんなこともありました。プーチン大統領です。プーチン大統領もここ訪問してるんですよね、当時はプーチン大統領2000年に、大統領になるんですけれども、そこからテロの世紀に入りますよね。対テロというところでロシアとアメリカ一致して、最初の方は関係良好だったんですよね。ただイラク戦争 の大量破壊兵器をめぐる問題とか、その後ジョージアとこのウクライナを NATO に加盟させるのか否かというところの問題とか、それからジョージア侵攻ですね、そういうのがあってどんどん関係悪くなっていくんですけれども、当初は関係良かったんで、ここで協力していきましょうと、こんなシーンもかつてあったんだなと。で、今回です。じゃあどんな場にしていくかというところがこちらです、やはり日米韓で準同盟化が進むんじゃないかと言われています。それなぜなのかというと、もうこちらのトライアングルがあるんですが、やはりロシア、中国、北朝鮮、核ミサイルをめぐる、軍事協力の強化ですよね。で、まずロシアと北朝鮮なんですけれども、象徴的なのが核ミサイル開発で、特にこの核弾頭を載せるミサイル部分です。これ北朝鮮の火星18、それからロシアのトーポリ M というのが、
これがもうほとんど同じ技術、同じ形をしているんじゃないかという指摘がされているんです。で、東大先端研の山口亮専門家に聞いたんですけれども、やはり固体燃料式のエンジンなんですね。その兆候がつかみにくいミサイルというところなんですけれども、このエンジンの発射実験から火星18の発射までがあまりにも早いと、やはりこの裏にはロシアの技術提供なしにはなかなか難しいということで、北朝鮮とロシアの連携というのはウクライナ侵攻以降もより加速しているんじゃないかという指摘です。でもう一つの懸念ですよね。これ象徴的なんですけど、ロシア中国なんですけど、中国がロシアから原発用の核物質の輸入はどんどん増えてるんです、うん、で中国でこれ新しい高速増殖炉でこの核物質をですね、核兵器用のプルトニウムどんどん生産しているというふうな兆候があります。なのでこれ分かるんです。2035年にこれまで以上に核弾頭の数を増やしていくんじゃないか、まあ、こういう兆候も日米間で見ながらこう増やしていく、これより緊張が高まっていくという構図が生まれているんです。じゃあ日米間で一体何ができるのかというところなんですけれども、こちらですね、今検討されている、はい、まさに首脳会議で合意したいところが、この首脳や高官レベルですね、あらゆるレベルで連絡を取り合う、もう電話取ったらすぐ向こうが出るっていうホットラインを設置していきましょうというところと、まあ、その強化をなぜするのかということになりますと、どんどんですね、ロシア、中国、北朝鮮側のミサイルっていうのはレベルは向上していくわけですよね。それに対してこの新型迎撃ミサイルを共同で開発していきましょうと。で、なんとかいち早く探知して、いち早く迎撃できるようなシステムをこの2つ並びにですね、より迎撃体制を強化するために構築していきましょうと。この日本の安全保障にもこの探知、それから追跡、迎撃、これが1秒でも早くなれば、やっぱり日本の安全保障にもね、より高まるというところなんで、ここの3カ国の連携というのは非常に重要なんですけれども、今回の会議で何が一番大きいかというと、対北朝鮮のこともあるんですけど、こちらですね、対中国です。その中で中国と逆にどこまで決別できるのかというのも一つ焦点になってきてしまっています。このいわゆる中国依存を脱却できるのかっていうところなんですけれども、うん、今まあ、半導体めぐってですね、それぞれが輸入規制などの攻防戦をやり始めてますけれども、今回重要鉱物ですね、これ中国ガリウム、ゲルマニウムなどの輸出規制をかけています。で、この重要鉱物、やっぱ中国のシェアがものすごく高いです、うん、で電気自動車とか再生可能エネルギーとか、まあ、航空機とか宇宙分野とか、ありとあらゆるものに使われます。でこれを日本とか韓国も含めてアメリカもですけど、止められてしまった場合、私たち困りますよね。なのでそうしたとこ困らないように、やっぱり重要鉱物、半導体の供給網を今回の枠組みで強化していこうということなんです。これはやはり中国からもう脱していかないといけないということですし、まあ、インドとか東南アジアとヨーロッパなどとも連携して、いわゆる中国包囲網も築くことにもなってしまうということなんです、うん、で本当に鍵はですね、うん、この翻弄されてきた韓国ということなんです。政権ごとに変わっているこの一例がこちらなんですけれども、2016年にですね、対北朝鮮向けの迎撃ミサイル、これアメリカのミサイルなんですけれども、配備したところ、中国が反応して、もう経済で圧力かけました。韓国製品買いません、それから観光客ですね、韓国からの観光客受け入れませんということをしました。でムンジェイン政権時代にサードの追加配備もしないし、軍事同盟かもしないし、アメリカのミサイル防衛システムにも参加しませんと言ってたんですけれども、やはりユン政権になったらその方針全部変わったということなんです。今は日本とかアメリカにとってはいいことなんですけれども、これまた政権変わったら変わりませんかっていうところが、やはりちょっと懸念材料ではありますよね、うん、なので今回もアメリカの高官とか日本の、ね、高官とかもいろいろ声高に言っていますけど、いかにこれを、まあ、持続可能なものにしていけるか、これが今後最大の焦点ということになります、はい、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。